食事、始め。囚人番号1240、手紙だ。え？この10年で初めてだな。お前は明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやさん。三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？奴から緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？なんじゃそれ。初耳です。どういうことなんだ。100億って言うたらお前は。やかましは。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ？関西五代目近江連合の寺田です。近江だろ。関西まずいじゃねえか。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな。登場会25,000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かっとんのか、こら。島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ。この件は東上会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや。そんなんで納得いっかい。会長、三代目。10年、お前のいない10年で東上会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、由美のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないこともスターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。
してんだ。店に何か用があるんですかね。オーナーの和樹に用があるんだ。なんた、どこの組のやつだよ。あ、島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺は和樹を探してるだけだ。どの組の人間でもない。ざけんなよ。俺一目見りゃわかんだよ。どこどう見たって極道もんだろうが。てめえ何企んでやがる。和樹さんに何しよってんだ。おいおい、別に俺はお前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。なめんなよ。これヤクザっていや何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも和樹さんはそうやってのし上がったんだ。てめえらヤクザに和樹さんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かない奴だな。うるせえ。俺はこの店命がけで守るんだ。ゆうや、何やってんだお前。すいません和樹さん、このヤクザが。堂島の桐生さんですか。ああ、失礼しました。風間さんから伺ってます。どうぞ中へ。すいませんでした。俺、てっきり…いや、俺のミスだ。本当に、なんてお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやっさんとはどんな関係なんだ。ええ、ゆうや、外してくれるか。はい。風間さんには、この店開いた時から世話になってます。みかじめも取らず、商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それでおやすさんは。先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件、何かあったのか。ええ、東条会三代目世良会長が殺されたんです。何。昨日の深夜のことです。犯人はまだわからないんですが、ニュースでもさっき。何が起きてるんだ。わかりません。ですが堂島会長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、
数年前、内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ？それは…おら！オーナー出さんかい！すみません、桐生さん。かっこいい。これはこれは、ようやくオーナーさんの出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめせびりに来たんだろ。いいよ、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。まあ、言ったな。ほんまそんなつもりやなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。言うや。クソやと？おい、こらガキ、今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ、クソイカだ。なめんな、クソガキ。言うや。なや、お前は。カズキ、ユウヤってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのか、お前ら。おい、店ごとぶっ潰せ。思い出した。あんた、道島の組長を殺して無所行った。これは島野の親父に最高の土産ができたわ。キリュウさん。田中の頭。シンジ。何やってんだ、こんなところで。島の組の縄張りじゃねえだろ。次は、ねえぞ。本当にお久しぶりです。ああ、出世したようだな、シンジ。出世っていうか、キリュウさん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。ああ、錦山さんなんです。錦だと？関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。どういうことなんだ。兄貴、錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。だから風間のおやすさんは心配して、組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。新次、おやすさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。
明日は本部で三代目の葬儀だ。おやさんもその場を離れることはできません。それに100億の件も。何の話だ。東上会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ、まさか行く気ですか。でもまた島の組の連中に見つかったら。和樹。え、言うだけ無駄なんだ、こういう時のこの人は。